深刻化する中国の大気汚染をめぐるセミナーが北京で開かれ日中の専門家らが現状や対策について意見を交換しましたセミナーには日中双方から研究者や自治体関係者など合わせて100人以上が参加しました中国側の主催者は挨拶の中で大気汚染対策について日本には多くの経験があり参考にする意義があると述べ 日本側の協力に期待感を示しましたセミナーでは四日市市や北九州市などかつて郊害を経験した自治体の取り組みや日本企業が持つ環境技術などが紹介されました日本側の参加者の一人は 政治的な対立はあるが環境問題が転換点となるよう協力を深めていきたいと話しています。